エリザベト・バーサは、スウェーデン王、グスタフ・バーサと、その二番目の日、マルガレータ・レイヨン・夫婦との間の五女、末娘、メクレンブルク公子で、ラッチェブルク司教領監督のクリストフと結婚した。エリザベトは1562年、メクレンブルク・ギュストロー校、アルブレヒト7世の息子クリストフと婚約したが、クリストフは1563年に紛争に、 巻き込まれて捕らえられ、数年の間ポーランドで捕虜となったため、婚約は自然に解消された。兄たちは、エリサベトにできるだけ、条件の良いとぎ先を見つけようとし、トスカーナ大公国の支配者メディチケや、フランス王アンリ三世との縁組を進めたが、いずれも実現しなかった。エリサベトは、スウェーデン宮廷で穏やかな生活を送り、兄弟たちの死生児の世話をしながら暮らした。 エリサベトの次女カリン・モンス・ドッテルは、イボアにエリク14世の愛人となり、後に王妃となった。エリサベトは1568年に、エリク14世が廃位された時、最後までエリクの傍らにいたが、結局は彼を見捨てて、ママ母のカタリーナ・ステンボックと共に船で、ストックホルムの町を逃れた。エリサベトは何かと争い事の多い兄弟姉妹たちの仲裁役だった。一方、 元婚約者のクリストフは1577年に妻のデンマーク王女ドロテアを亡くして家父となった。エリサベトとクリストフの結婚話が再び持ち出され、二人は1581年5月14日に結婚した。エリサベトはドイツに移り、夫の住むシュベリーンで暮らした。二人は若い頃から惹かれ合っており、結婚生活は非常に愛情深いものだった。 1592年に夫と死別するとエリサベトは母国に戻った。そして1597年再婚話が来た矢先に急死した。夫のクリストフとの間に娘を一人設けた。ありがとうございます。